帝国軍の将兵よ、私に続いて。鍛錬の成果見せてやるぜ。戦いが始まるわね。俺に任せとけ。すぐに助け出せ。この苦境共に乗り越えましょう。ほっ、ではさあ早く手を貸すのです。死んでは元も子もありませんもの。砦一つもらってくわ。見ていなさい。
まくいったわね。王の盾は返上したが、王国にあだなすなら打ち滅ぼすのみよ。我らが王の名においてこの刃を振るわせてもらおう。問題なかったわね。さすが百戦錬磨の傭兵だな。せいやえいたその腕前見せていただきましょうか。見せてやろう。この力で何かしら。皇帝を遠乗りに呼び出すなんてあなたくらいのものよ。行きましょう。何？普段はあまり馬に乗らないけれど、こうやって自由に駆け回るのもいいわね。今何を考えていたの？心ここにあらずという感じだったけれど。そうね。
躍に見合った報酬を渡せているかしら。今や帝国軍になくてはならない存在ね。感謝するわ。あなたは一人になりたい時はないの？私は結構あるのよ。感謝するわ。さあ仕事に戻るわよ。私もあなたもやるべきことが山積みなのだから。施設のことなら何でもお申し付けください。またご用がありましたら、施設のことなら何でもお申し付けください。またご用がありましたらお越しください。物資は軍の命、大切に使いましょうね。何にでも必ず使い道はあるはずです。みっちり鍛えて差し上げます。慣れるまで時間がかかるかもね。訓練を怠らず勝利をつかみましょう。